皆さんこんにちはほぼ5分でわかる人生相談 Q&A 幸せな人生の極意の第36回です今回も皆さんの質問にお答えいたします今回の質問は迷いやすく決められない性格ですがどうしたら変えられるでしょうかという質問です自分の性格に対して私は迷いやすい性格です 何事も迷うことが多いですという言葉を聞くことがありますこれは迷うことが自分の欠点であると捉え迷うことをなくさなければならないと葛藤している状況と言えますしかし改めて考えてみましょう迷うことは悪いことなのでしょうか迷うことは私たちの人生に対して 悪影響を与えるので心の中からなくすべきだと言えるのでしょうか当然迷わずに何事もすぐに決定してスムーズにことが進むことに越したことはありませんしかし私たちの心に迷いが生じることに対して意味や価値はないのでしょうか迷いとは 様々に考えて思い巡らすすことです心に迷いがあるからこそ慎重に考えいろいろな選択肢をじっくりと考えていくのですからその結果考えがより深まる可能性がありますですから迷うことは決して悪いことばかりではありません人生とはある意味迷いと 決断の連続で成り立っていると言えます。ただその中において迷う時間が長い人もいるし短い人もいるだけですですから迷う時間が長くてもあまり焦りすぎる必要はありませんすぐに結論を出さない方がかえって良い場合もありますなぜ迷ううのかというと、 言葉では表現できないけれども何かピンとこなかったりすすっきりと納得ででていなかったりするかたるらです迷った状態で一晩そのままにしたり1日や2日後に改めて考えたりする方が急いで結論を出すよりももっと新鮮で納得のできる知恵が湧いてきたりより良い 改善策が出てきたりすることもあります要は迷う時間が長くても決断して結論を出せば良いのですですから迷うことで焦りすぎる必要はありませんし他の人と比較する必要もありません迷うことにも意味があり価値がある場合も多いのでそれを受け入れる心の姿勢が必要です また迷うととは分からない状態のことです例えば「どうしたらよいと思いますか?」と尋ねられた場合「そうですね」と言いながら頭が空白状態になり迷いながら考えますその空白状態こそ実は発想転換のチャンスであり潜在能力を引き出す大切な時間です。 理解や納得に至るためには迷いという過程を経ることが必要です結論を出すまでの考えている時間は迷いの連続です自分にふさわしい道を選択するまでは迷いの過中ですたくさん考えて迷う人こそ悟りを得る人なのかもしれません左右均等に触れる 振り子のように多く迷った分だけ考えはさららにに深まり腑に落ちるる理解を得られるものですそう考えてみると迷うことが自分の欠点だと捉えて迷うことをなくさなければならないと葛藤するよりも迷うことにも意味があり価値があることだと考えそれを受け入れてみる。 心の姿勢を持つことも必要なのではないでしょうか皆さんからの質問をお待ちしています人生相談 Q&A でほぼ5分でお答えいたしますまたお会いしましょう